東京都交通局40系電車は、東京都交通局上の懸水線で使用されていた、懸水式モノレール車両。老朽化した30系の置き換え用として登場した。日本宝くじ協会の助成金をもとに製造された宝くじ号である。2001年に2両編成1本が、日本車両製造で製造され、同年5月30日付で入籍し、翌31日より、 営業運転を開始した。車体は前面が非貫通型で9メートル91扉のアルミニウム合金製となっており、全体的に丸みの帯びた流線形のデザインである。前面窓には1枚窓を採用し、前面窓上には宝くじ号の透明ステッカーが重複されている。前面上部両側には青色の回転灯を装備し、前面走過両側に全小灯、標識灯を 下に東京都のシンボルマークと国旗立てを装備し、側扉にはプラグドアを採用した。車体はホワイトで塗装され、前面窓に沿ってレッド、側扉の運転台側がイエロー、車体上部の主要機器類のカバーがグリーンで塗装されており、その他車体全体に動物のイラストのラッピングが施されているので、子供の来園客に好評である。底部には、 丸型の電飾が設置されているほか、東円西園の方向が両車にそれぞれ表記されている。車内では FRP 製の外向きのロングシートを中央に、同じく FRP 製のクロスシートを先頭部に配置したセミクロスシートを装備し、ピンクライトブルーライトグリーンイエローで塗装されている。運転席の景気表示にはカラー液晶ディスプレイを採用し、表示システムに マイクロソフトウィンドウズ XP を用いている。制御方式は、イグブと素子による、VVVF インバータであり、主要機器類は、主電動機として、東洋電気製造製の TDK6470A を2機、駆動装置は初期ベルト組み込み平行多段駆動を採用、台車は特殊なボギー台車を装着する。また、終電装置は2000式合体化専用のパンタグラフを、 冷房装置はインバータ式を採用した。これらの主要機器類は車体上部に搭載されカバーを装備している。他、非常時用の脱出装置として鶴瓶式間後期二組を搭載する。JR 東日本の特急電車と同じミュージックホーンを搭載している。1999年12月19日から開始された市中の耐震工事を含めた。 上野県水線の設備更新が終了した2001年5月31日に営業運転を開始した。同年11月14日に運転中にパンタグラフが破損し運転を休止したがそれを改良して翌2002年3月12日に運転を再開した。2007年10月から一定期間上野県水線開業50周年記念の特製ヘッドマークが 東京都のシンボルマークの上に検出された。前日の通り、2011年現在2両編成1本が在籍し、上野県水線上野動物園東園駅、上野動物園、西園駅間で使用されている。2019年1月23日、同年11月1日をもって、車両、設備の老朽化のため、上野県水線を当面の間休止とする旨が、 発表された。本形式は老朽化のため引退することとなり、末期は引退記念装飾が施された。休止を翌日に控えた10月31日に40系車両ラストランイベントが行われ、同日の最終列車をもって運用から退いた。ABC 上野モノレール車両用電気品、東洋電気技法第108項9から12ページ、ABC 2001年度上半期私鉄車両の動き、鉄道ジャーナル2002年5月号101ページ、鉄道トリビア89マイナビニュース、2017年7月8日、閲覧。ありがとうございます。